新流行り神続きをやっていきます。はるかの、前回はるか心停止により死亡してしまって、はるかの部屋を調査しに風森焙煎とデカミが来て、日記を見つけたところからやっていきたいと思います。パラリとめくる。そこには奇妙な文字が踊っていた。日付、そして名前。書かれている内容はそれだけ。日付と名前だけ。それがほぼ毎日同じものがずっと並んでいる。あれかな、バイト、ナイトクラブでバイトしてたから、そこに来たお客さんの名前を書いてあるとか、そういうことかな。なんだこりゃ。つーか、誰の名だこりゃ。そこにはただ人名だけが並んでいた。その、文字はその日の気分ごとによって左右されている様子だ。丁寧に書く日もあれば、ぐちゃぐちゃに書いてある日もある。さあ、誰なんでしょうか。というか、これ、正気の沙汰には思えなかった。少しゾッとくる。追い詰められている様子こそあったけど、自分の見た限り、はるかさんは極めて普通に見えただけに。知人の名前か？どういうこった？もしかするとあれか？ノートに名前を書いたら人が死ぬというか、死ぬとかいう、デスノート？デスノートなん？これ。冗談はやめてくださいよ、バカバカしい。だいたいそんなオカルトあるわけないでしょ？ないのだろうか。何らかの形でオカルトめいた何かが、背面に潜んでいる可能性は正直否定できない。いや、そこは否定しないと。どうなんだろう。心霊写真、そしてあの幻覚。私の頭はオカルトの方へすでに引っ張られている。これで冷静な判断ができるのだろうか。お、みすず呼ぼうぜ。みすずちゃん、みすずちゃん呼ぼうぜ。冷静な判断ができる人でおなじみの。そもそも死のサークルの原因を探る。これはすでに現代の科学では解明できない何かという関本の口車に乗っているようなものだ。あ、もしかしてこれ、あれか？これだったらすぐわかるぞ。水瀬の友好関係。何でしょう？風森さんが棚から取り出したのはどうやら卒業アルバムらしい。つまり高校時代のクラスメートが載っているはずだ。学校名と年度が表紙には印刷されている。ほぼ間違いないだろう。ってことはあれか、さっきの名前ってのもここにあるものを書き写したとかかな。そう言ってパラパラとめくる。クラスごとの名簿もある。個人情報保護で住所までは載っていない。しかし、これ卒業アルバムですよね。多分な。ちゅうか、最初の方にそう印刷しちゃったろ。だったら何なんですこれ。何ってアルバムだろ。アルバムだよな。いや、これ本当にアルバムか？そのアルバムかどうかぐらいすぐにわかるでしょ。ちゃんと見て。お前だってあれだろ、学校卒業してったろ。その卒業アルバム知ってるだろ。アルバムなのに集合写真がない。卒業アルバムの意味とは？あんじゃんあんじゃん、写真載ってんじゃん。あ、集合写真がないのか。あ、撮るよね、クラス全体の集合写真。学年全体も撮ったっけ？あんま覚えてねえな。学年全体の集合写真がない。個人写真すらもそこには一枚もない。あるのは高校生活における各行事のスナップ写真だけど。どういう学校なんだこりゃ。これあれなんじゃない？はるかの手作りなんじゃない？学校で配布されたやつじゃないんじゃないか？さあ、ちょっと調べてみる必要がありますね。卒業生の名前とそれにすら何か、化繊が入っているものとそうでないものがある。何か不気味な予感だけがそこにあった。何その、線を引いた人を殺していくみたいなことあったの？何？とりあえず彼女には
身寄りもないようだし、遺品の一切は捜査資料として確保できるように、手はずだな、手はずは整えたから。それから、風森くんがアルバムの作成会社を当たっています。写真等のネガがあれば貸し出してもらえるようにと。しかし遅いですね。あいつあれじゃねえか、写真屋行った後牛丼食ってねえか、牛丼食いってねえか。もうすっかり夜更けですよね。私は黙々とアルバムにある名前と彼女の日記に記された名前とを照らし合わせていた。半数近くは合致する。もちろん日記にない名前もあれば、アルバムの全員の名前というわけでもない。その法則性や共通項がまだわからない。遺品というか、遺留品ですが、これもどういうことなんでしょう。捜査一課と鑑識から調査済みのものとして預かった。ビニール袋に入った携帯電話を手にする。もちろん、はるかさんのものだ。どういうことって？メールも留守録もないんです。彼女があの後、恐怖心から全消去してしまったと思ったんですけど、メールの件を一応報告して、捜査一課の方でも調べてもらったようですが、そもそも通信会社側に受信記録も彼女の携帯電話に転送した記録もないんです。そんなことあんの？でもさ、前回、前々回の取り調べの時に、あったよね、履歴がね。変な文字化けした履歴。ってことは、あれかな？はい。目川くんの見間違いって話じゃないかな？残念ながら、私の記憶にしかないのなら、そう判断するしかないです。あの時確かに見たよ。デカミだけじゃなくてマサルコも見たよ。文字化けした着歴。正直訳がわからない。そして悔しい気もする。でもあれは私の思い過ごしだったと思うしか、それ以外に総合性のつく答え、整合性か。整合性のつく答えがなかった。私も疲れているのだろうか。記憶の混乱か、幻覚か。自分の見聞きしたものが信用できないようでは、さすがにいろいろと自信も失せてくる。あ、帰ってきた。先輩帰ってきた。風森パイセン帰ってきた。牛丼食ってたろ。あそこ24時間やってっかんな。バレてっかんな。お前あれだろ、唇のとこ米粒ついてっぞ。ノクもなく勢いよくドアが開き、ドカドカとうるさい足音を鳴らせて誰かが入ってくる。確認しなくてもそれが誰かは分かっていた。お出た。おい、あったぞ。何が？牛丼？やれやれ。見つけ出すのに苦労したよ。そう言って風森さんが顔を出す。遅いですよ風森くん。何かあったなら連絡の一つぐらい。いやー、それがよ。この学校のアルバムはカメラマンのこだわりで、銀塩で撮影しててな。だからデータじゃなくてフィルムでネガもあったんだが、それが普通のところに保管してなくってな。そこを訪ねて行って、それから焼くのにまた一苦労で。普通のところじゃないってどんなところに保管してたんです？それがな、神社だよ。神社。神社っていう新しい牛丼屋？神社っていう新しい牛丼屋だろ、それ。だってお前あれだぞ、目の下になんか黒い米粒ついてっぞ、目の下に。はい？まあ、なんつうかあれだ。薄気味歩いてんで、お祓いに出されてたんだな、俺が。薄気味悪いって、まさか。嫌な予感がした。持参した封筒の中に風森さんは手を突っ込む。現像したカメラ屋の親父がさ、いやー、なんか押してたぜ。まあ、無理もねえや。これだ。何？そう言って風森さんは写真を広げた。あ、首なし法一だ。右の人。
なんとなく覚悟もできていた。しかし、その写真を見て、私も黒田課長も声を出さず、ただ息を飲むだけだった。そのすべてが、すべて?一枚残らずすべてが心霊写真。あ、よく見たら左の、あの3番目の女の子の足ない。真ん中は?真ん中はでもこれ隠れてた。あ、違うわ。真ん中も、あの座ってる男の子の足が映ってないわ。息を飲む。いくら今でも、あ、いくらなんでも大量すぎる。すべてがすべて心霊写真だなんて、さすがに想像を超えていた。こんなことってありえるんですか?ありえるかどうかって言われてもな、現にこうして目の前にあるんだしな。確かに、これじゃあ卒業アルバムは作りやしないね。さすがに合成でも事故でもないですよね。これだけあれば。しかも全部が全部そうだなんて。一体なんでこんなことに。まともな卒業アルバムが作れねえ原因はそれだけじゃねえよ。もう一つある。いや、こっちの方が理由としてはでかいかな。どういうことです?確かにこのアルバムは何かおかしいけど。いや、いくら学校側で用意した銀塩写真が全て心霊写真でも、個人写真ぐらいは別途に撮れるだろう。集合は無理でも、丸枠で囲む個人写真ぐらいは載せられたはず。そうだな。水瀬はるかのクラスは、高校3年の修学旅行の時に事故にあったんだ。多くのクラスメイトが死んでる。え、そうなの?何年か前に話題になっただろ?修学旅行先で列車が転覆事故を起こして。確かかなりの大惨事だった記憶がある。まさか彼女があの事故に立ち会っていたなんて。つまり、彼女は奇跡の生き残りの一人だっつうことだ。それじゃあ、はるかさんの言ってたことは。みんないなくなる。自慢じゃないけど死ぬ人が多い。まるでこれじゃ百病神か何かだわ。言ってたね。そのアルバムだって過半数は死者の名簿だよ。記念通より記念のアルバムだな。遺族と生き残り向けの。そんなもんに心霊写真載せられっか。それはまあそうだな。これであのにわかに信じられないような彼女の発言の裏が取れたというわけか。ああ、だからクラスメイトもみんな友達も死んじゃったってのはそういうことか。事故だったのか。私は机に向かって黙々と過去の新聞のデータベースを検索していた。ここ10年ぐらいのものならすべてデータ化されている。それより古いものもマイクロフィルムから OCR でデジタルへ移行中だ。OCR ってなんだね。お店で、ちょっと、ラーメンでもの略かな。お店でちょっとラーメンでもの略じゃないこれ。彼女の生活圏内で突然死を迎えた者が他にいないのか、それを探る。すでに足がかりとなるヒントは私たちにもある。風森さんも隣で黙々と作業を手伝っていた。私ともども作業が進むにつれ顔が青ざめていく。検索する名前、それが次々とヒットする。表示される記事、それは予想通りのものだった。おいおい、彼女は何者なんだよ。どういうことなんでしょうね、これって。アルバムや戸籍から彼女の過去をたどり、出身校の小中学校まで、遡り、記憶と照らし合わせる。小学校までは何事もなかった。問題は彼女の中学時代から。通っていた中学で、同時期に複数件の死者が出ている。彼女のクラスメイト、他の同級生、教師等。
高校時代にはバイト先の同僚の突然死、両親の事故死、そして修学旅行での大量事故死、何年か前に大きく話題になったものだ。いずれもすべて事故であり、犯罪と結びつけられるようなものは何もない。だが、すべて彼女の、チコちゃんに叱られるのでおなじみのチコちゃん、彼女のチコであることは、あるのは間違いない。背中に冷たい汗が流れるような感覚。虚言でもたわごとでもない。彼女の口にしていたのは事実だ。こんなことってあるんでしょうか。まあたまたま偶然が重なって悲劇ばっかり起きちゃうってことはまあなくはないだろうけど、精一杯の冷静を取り繕って私はやっとその言葉を口に出せた。キーボードの上で手は震えていた。どうなってんだこりゃ。あの女あれが不審死製造機かなんかか。ひでえこと言うなお前は。風森さんは吐き出すようにそうつぶやく。不審死じゃないでしょう。すべて自然死、事故死との結果が出ていますからね。こんだけ重なりゃ十分不審死だっつうの。やめてくださいよそんな。それにもしそうだったら私だって死んでておかしくないじゃないか。葬儀で一度会っただけの竹中さんの父まで死んでいるのだから。もし関わった者がみんな死ぬようだったらいくらなんでも生きてはいけませんし。そりゃバーガー屋でスマイル売っただけ、スマイルもらっただけでバイトの子が死んでいたらいちいち買い物もできねえしな。死ぬには何か法則性や選択がある。いやいや、そんなオカルト地味な考えは。そもそもそんな風に関わった周囲に死を招くような存在だったらどうして彼女本人が死ななきゃいけないんでしょう。わかんねえよ。それこそあれだ。本人が言ってたんだろ？誰もいなくなっちまったからって。そう、玉切れだ。そんなバカなことって。ともかく記事から察せる限りでは、これら死因と彼女の間に関連は全くない。ただ彼女の周囲で死者が量産されている。ただの偶然かもしれない。でも偶然とするならば相当低い確率で。まあ偶然なんだろうけど、こう怪奇的な怪異みたいなものはあんまり警察ではもちろん信じたくないけどね。ここまで一時期に急速に、しかも同じ地域での突然死、偶然の事故で片付けるにはさすがに無理がある話だね。そんな言葉を思い出す。あ、これ関本ちゃんか。現代科学でまだ解明されてない死因、もし本当にそうだったらこれは、いやもうお手上げだろ。警察でどうすんだこんなの。風森さんが投げやり気味にそう言った。そんな私たちがここで投げ出してどうするんです。どうするっつったって、じゃあどうすんだよ。お前、これどうにかできるつでも思ってんのか？それは、少し考え込む。私はどうしたいの？何をすればいいの？こうなった時はみすずちゃんに来てほしい。こう、デカミがこうなっちゃった時は、みすずが来てほしい。一人で考え込んでもどうにもならない。ここは風森さんと相談。いや、本当に相談になるのだろうか。なに、とにかく考えを整理するためにも風森さんと意見を戦わせるの？風森パイセンと意見を戦わせるの？じゃあ戦わせてみる？戦わせてみようか。じゃあ。どう戦う？この、
意外にアホな風森パイセンと。前ガトリカ、はい、あります。はい。どう戦わせるんや、ガイアザート。意見を聞いて、なんだこれ、どう扱えばいいんですか、じゃあ、これは事件は。風森さん、この件は通常ならどう扱えばいいんですか。ん、どうなんだろうな。青や、風森パイセン、どうなんだろうな、じゃない、こっちは聞いてんだわ。こっちが聞いたんだわ、今。風森さんは少し考え込む。通常なら、通常なら、まあ、不審死の連続ってなると、マルジーとの関係を洗うとかだな。なんだね、マルジーって。マルジーって誰？マルジー？マルジーってなんだ？あ、いやいやいや、あ、話してくれた。マルジーとは、暴力団関係の隠語。へぇ。風森さんらしいといえばそうだけど、さすがにそれはない。ああ、まあ、暴力団が絡んでくる？急に？まあ、あんまりなさそうだな、それは確かに。でも、そういった裏がないことは明白ですよね。うん、そうだよね。だよな。だから、通常の扱いができないって話か。通常の扱いできない。なんで真実の方に行ったんだ、今のこの選択で。まあいいか。今回のこれが通常の調査で判明できる範囲を大きく超えている事件だとして、だとしてっつうか、そもそもだよな、実際。そうだよね。もうどう、裏もないし、どういう風にしていけばいいかだよね。なんて言ったらいいんだろうね、こういう事件をね。どう言ったらいいんだろう。よし、行くぞ。どう調査を、どう報告を。そう、報告はどうしたらいい。今間に合った。あ、黙り込んじゃった。今どうした、黙り込んじゃって。まあ確かにどうにもできねえしな。だからといってそう簡単に認めたくはない。そうだね、超常現象みたいなことを、その会としては認めたくないよね、警察としてはね。あ、戻っちゃった。また来る。何？確かに現状、偶然の一致として片付ける以外に道はない。そんな怪事件でもある。そうだね、偶然の一致でしかないよね、今んとこ。偶然が過ぎますよ。うん。間に合ったな。いくらなんでも偶然が過ぎます。ここまで頻発し連続で起きているなら、それはもはや偶然で片付けられる範疇を超えています。風森さんも少し考え込む。そうだよね、確かにな。どんなバカだってそう思うわ。マスコミだけじゃなくお偉いさんもな。やっぱりそうでしょうね。逆にこれを自然死で片付けてしまっては警察の信用問題にすら関わると思うんです。だから上層部にしても関本なんかのくじ車に乗せられたんだろうが。そうか、そうなんだ。関本があそこまで不自然な供述で今のような特別待遇になったのも、そう考えると辻褄も合う。まあ自然死で片付けるわけにはいかないから、ちょっと関本ちゃんの力を借りているわけだよな。はい、一個言った、なんか知らんけど。とにかくだな、そんなめんどくせえほどごだごだ抜かしたって、事態が今さら好転するわけでもねえしな。あ、適当にこうパパッと書類だけ出して終わらせちまおうぜ。そんな、私はこのまま終わらせたくありません。じゃあどうしたっつんだよ、さっきから俺に。だからどうしろっつうかな、どうしろっつうか。やる気あるんすか。先輩、やる気あるんすか。だって風森さん、やる気あるんすか。ちょっと怒った調子できつくそう口にしてみる。あるわけ。ちょっと待って待って、あるわけねえだろこんな。ちょっと待って、やる気出せや。おい、やる気出せや。
堂々とそう言われてしまった。いや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 、やる気出せや、マジで。あの、開き直ってどうするんですか。そんなじゃただの税金泥棒ですよ。お前もな、お前も一応税金で飯食ってるぞ、デカミ。お前もな。税金泥棒上等だっつうの。まだ、普段の山なら、普通の山ならやる気ぐらい出るわ。だがなんだ俺、相手は得体の知れないオカルトだろ。それを言われると、大体だな。こんなのは警察の仕事じゃねえって。悪魔払いだか、霊能力者だが連れてこいっつうの。確かにそれもそうだけど。あ、やばい。怒ったら戻った。あ、やる気あるんすかっつったら義が増えちゃった。義の方に傾いちゃった。何にしろこれはもはや通常の警察業務で収まるような事件ではないはず。だからこそ私たち得高で。いや、だからな、何ができるっつんだよ俺らによ。やるしかないんだよ、やるしか、やるしか。調査、調査だ。退治とかじゃねえ、調査をするんだ。調査を、調査しましょう。私たちが警察の組織力と権限できるのは今はそれくらいです。いや、だからってな、こうもあやふやな対象だと令状一つ取るのも面倒でな。そこを何とかするのが得らかでしょ。何のための得ですか。そうだよな。別に特別とか特例とかそういう権限あるわけじゃねえからな。まあおっさんなら融通は効くかもしんねえけど。融通効くなら十分それだけでも武器じゃないですか。何もないよりずっとマシ。小回りが効く分、私たちは捜査一課よりずっとフットワークも軽いはずです。これだけでも捜査の上で相当のアドバンテージがある。どうだい。おしおし、持ち直した。持ち直してんのかこれは。とにかくするべきことは見えてきた気がする。今私がしなければならないならないのは。いいかメガは、何か勇み足で考えてるようだから少し落ち着けよ。だいたい俺たちが、なんだろう、だいたい俺たちが、だいたい俺たちが、黙ってて、黙って、黙ってて、もううるさい。お前は黙ってろ。やる気ないなら黙ってて。大丈夫これ。大丈夫これ。やる気ないなら黙ってて大丈夫。え、あ、えって。もう言われすぎて反抗してこない。風森さんは鳩が豆鉄砲を食らったような顔になる。さっきからごちゃごちゃ泣き言がうるさい。大の音とか図体と耐えただけでかくて、あとはガキのままで。それでも仕事する気がないなら静かに隅っこにいなさい。いや、そこまでいいって言ってねえから。でかみ。ちょっとそこまで言っちゃった。ちょっとな、大丈夫それ言っちゃって。あらん限りの大声で私は風森さんをどやしつけた。はい。はい。はいって言った。風森先生、はいって言った。シュンとなって風森さんは一気に塩らしくなった。この人、推しに弱いのか。なんだお前、そうやってなんか素直になるとこもあんじゃん。普段キャン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 言うけど、ちょっと可愛いとこあんじゃん。あ、でもなんで信用が上がるんだよそれで。私の決意は固い。とにかくこの件徹底的に調べさせてください。お願いします。そうか、まあそこまで言うんだったらな、俺の方からもまあまあ大さにいろいろ言っとくわ。どれだけそれが不気味で意味不明で、何がどうなっているのかさっぱりわからなくても、確実に人が死んでいる。どうにかしなくちゃいけない。使った分回復した。やった。
黙って、やる気がないなら黙っててって言われちゃったね、風森パイセン。いずれにせよ、これは通常の操作から外れた存在の私たち、トクラ化がしなくちゃいけない仕事です。しなきゃいけねえっていうより、俺らくらいしか出上げるやつがいねえって話だな。同じようなものだけど。ちょっとデカミもうちょっとさ、風森先輩をさ、こう、風森、なんだろうな。いっか。風森パイセンはこれでいっか。ま、元からそれもあって、関物なんか連れ出してきたんだろう。上の方も何のつもりか知らねえが。彼はやはり何か知っていたんでしょうか。どうかな。ただ、おませぶりなんてざらめ並べてるだけかもな。ヤコさんにとっちゃ、まず死刑にならねえように、悪あがきしたいだけなんだろうし。死刑なんでしょうか、彼。それ以前に本当に殺人者なんでしょうか。知らねえよ。それを決めるのは裁判員で、俺らじゃねえ。俺は黒だと思ってるがな。じゃあ白だな。風森パイセンが黒だと思ってんだったら白だな、関本ちゃんはな。それは、具体的な証拠があって？それとも経験則で？ん？んじゃねえよ。ともかく、常識を疑って事実を究明し、今後続くかもしれない事件の可能性を潰す。ですよね、今の私たちにできることは。では、行ってきます。え、牛丼食いに行くの？お前も。どこに行くの？いや、お前自分で結論つけてんじゃねえか。ん？お前自分で結論つけてんじゃねえか。って、おい、どこに行くんだよ。うん、どこ行くんだよ。マジどこ行くんだよ。ああ、関本ちゃんとこか。私はまた関本のいる留置所に足を運んだ。きっと彼の意見が必要と思ったから。おお、じゃあ今回ここまでにして、じゃあ次回はこの関本ちゃんとまたちょっと話をして、少しでもこの捜査の進展できるようにやっていきましょう。では、ご視聴ありがとうございました。次回お楽しみに。思ったよりあの風森パイセンが推しに弱いということが分かったな。ゲームが上手になりたいな。もっとみんなに褒めてもらいたいから、コントローラーを握る。でも、いつもお母さんは似ていてばかりで、おー